今の電気製品だとか、例えばスマートフォンなんかもそうなんですけれども、熱を外に出したいっていうニーズが非常に多くありまして、そういう問題を解決しようということが仕事の中心です。じゃあその熱を外へ出す力をこの金属に与える技術、それを開発いたしました。プレートの温度が約100度になっております。銅板のままですと 87.6 度まで上がっております。一方これは熱を外に出そうという技術をこれに加えた銅板です。そういたしますと68度、約20度近く温度が下がっております。そうですね、表面に特殊な塗料を塗ってあります。こうしてあります。それで、熱が外に出ています。これは銅ですけれども、アルミでも同じような技術が完成しました。特にエレクトロニクス関係は今までよりも小型でもっと機能を大きくしろということでありますので、頭脳であるコンピューターの負荷がどんどん重くなってしまう。それで熱が高くなってしまう、そういうことになるわけです。